も、次郎&クドナラン。どうも。今年でコンビ結成20周年になるアン。ああ、そのくらいになりますね。喧嘩もせず仲良くやってるアン。そうですね。よろしくアン。お願いします。寒い時と言ったが、やっぱり鍋アン。ああ、いいですね。もつ鍋アン。はい。すき焼きアン。はい。水炊きアン。はい。どれも美味しいアン。いいですね。お兄ちゃんは何が好きアン？僕は湯豆腐とか好きですね。え？湯豆腐？はい。あれって鍋アン？鍋じゃないですか。だって、土鍋であるでしょ。まあ、そうだアン。鍋ということにするアン。鍋ということにする？え？鍋ということにするってどういうことですか？え？湯豆腐は元から鍋でしょ。今から鍋の仲間入りさせるみたい、言ってもらっちゃ困りますよ。大体、なんで湯豆腐が鍋じゃないと思うんですか？理由ですか？そうです。鍋って普通締めがあるアン。そらまあ、ありますね。もつ鍋なら、ちゃんぽん麺アン。はい。すき焼きなら、うどん。はい。水炊きなら、おじや、雑炊がアン。ああ、はい。湯豆腐は？え？いや、え？じゃなくて。え？湯豆腐の締めは何あん？締め。そう、締め。締めはありません。じゃあ、湯豆腐はやっぱり鍋じゃないあん。そういうことですか。そういうことあん。じゃあ、締めがあればいいんでしょ。そらまあ、今までの流れからすれば、そういうことになるあん。よし。何がよし、ならん？湯豆腐の締めを考えましょう。ああ、なるほどアン。僕、豆腐になるから。君は鍋になって。昆布だしも効いた汁も入った鍋。なんとかやってみるアン。だし効いてる？効いてるアン。湯加減もいいアン。よし、ほな入ります。はい、入りました。ああ、いい湯加減。昆布の出汁もよう効いてる。どこの昆布？ミシビアン。あ、入る前に体洗うの忘れた。豆腐が体洗ったらボロボロになるアン。ちょうどタオルもあることなし。この中で湯豆腐にタオル入れたら効かないアン。それに体がボロボロになるって。あ、肝心の石鹸忘れちゃった。そんなもん入れたら食べられんようになるアン。あーし、シャンプーとリンス忘れた。食べられんようになる。このシチュエーションって必要？湯豆腐の締めを考えるために必要です。頭痛くなってきたらん。締めは見つかったらん。湯豆腐に白菜とか入れるでしょ？入れるらん。椎茸入れる？入れるらん。かまぼこは？入れるらん。ちょっと呼んでくるわ。え？何してるアン？したらん？白菜と椎茸とかまぼこがいるには、湯豆腐に締めは必要ないなとさ。え？おわび？どんな締め方だよ。どうもありがとうございましたらん。